他人と上手にコミュニケーションを取る方法。まあどうしてもこう仕事関係でこの職場から辞めたいってほどではないけど、うんうん、ちょっと関わりづらいなっていう人、ああおるな、巡ってくるじゃないですか。巡ってくるな。こう別に嫌いじゃないんだけど、なんかテンポ合わないなみたいな人たちとうまくコミュニケーションを取る方法、なんか小雪さんの中であったりしますか？そもそもそれ学校でもそうやんか、うん、コミュニケーション取りづらいとか仲の悪い友達とか、まあ、いじめてくる子とか、まあ、いろいろなことってその環境に応じてあるんですよね。はいはいはい。でもそれ学校と何が社会において違うかって言ったら、逃げる選択肢がちゃんとあること。自分にそれまで その義務教育とか二十歳までっていうのはその親のおかげでその学校に通えてたりとか生活ができてるわけだから、うん、やっぱり親の意向ありきってすごく大事だと思うんだよね。はいはいはい。そうだから逃げ出したくても逃げられないところって結構あるじゃん。学校がなんか自分の中の世界の全てになっちゃう。だからすごく、ね、それ悩んでる子は多いと思うんですけど、はい、社会人においては自分の選択でそこにいる、うんうん、別に誰からそこに行けって言われたわけでも大半はないだろうし、辞、うん、めようと思ったら辞めれるし、人は自分で選べるはずなのに、はい、そこに行っちゃうのって一種の病気だと思うんですよ。なるほど。依存しているっていう病気。はい、周りが見た時に自分っていうものを幸せそうに思えないように見えてるんだったら辞めるべき、絶対。なるほど。そうだから僕は前も生配信の時言ったんだけど、はい、職場の環境変えるには2つしかなくって、はい、辞めるかそいつを抜かすか。なるほど。立場で、はい、もうこの2つしかない。なるほど。極論を言っちゃうと、うん、そうだから我慢せえと俺容易は、はいはい、周りの人はいいからいる人愚か。愚か、うん、仕事って何のためにするのって言ったら、まあ、一つは僕社会性、まあ、意義があるかどうか、自分のやりがいがあるかどうかだと思うんだけど、はい、二つ目、こっちが大きいよね。お金を稼ぐため、はいはい、お金を稼ぐためっていう圧倒的に分かりやすい、誰が見てもそれだよねっていう目的があるにかかわらず、稼げないのを人のせいにしてぬるま湯に使ってるってめっちゃ損失よ。いい人と仕事をするのはそれはいいことなんだけど、稼げる環境プラスいい人、まあ、つまり稼げる環境の中で自分を置いてもらえる環境こそがいい仲間なんだよ、うん、それもなんか話が合うからとか、ぬるい環境でなんか上司が低たらくであんまり管理されないから、はいはい、もうあかんあかん、そんなもうそれほん一生後悔するから。なるほど。 それは早く抜け出した方がいいと思うんで、はい、コミュニケーション取る秘訣っていうテーマでお話ししたんですけど、はい、コミュニケーション取らんでええの？取らんでいいの？そう、コミュニケーション取らなきゃいけないのは自分を引き上げてくれる人だけ。わかる。あと本当に心の底から自分が借金してでもこの人に困った時に応援したいと思える人かどうかだけ。その人以外もコミュニケーション取らねえ、もうその面倒くさい。わかる。そう。